じゃあ今日のパワプロということで、今日は覚醒応援スペシャルガチャをパパパッと引いていこうと思います。初回10連目がパワーストーン1個でね引けて PSR が確定してますというところになってます。で40連までは覚醒キャラのね PSR が確定してますので、まあ PSR 確定してればなかなかいいんじゃないかなということで40連まで引いちゃいます。まあ早速いきましょう。パワーストーン1個、これはもうぜひやっとくべきだよね。まあ、虹が出るのはもうそういう演出だから。あ、2つ入ってる。しぐれちゃんか、普通のしぐれちゃんか。はるかちゃんまあ欲しいんだよね。イベント経験点高いんで PSR、まあ、プラゴにはできないか。でもユニフォームのしぐれちゃんが欲しかった PSR としては。あれ、これ普通のしぐれちゃんだよね。普通のしぐれちゃんはしかも普通に持ってたし反転しなかったってことは。じゃあ20連目いきます。234とね PSR 確定。ミッキー、あれミッキーって覚醒するとどうなんだっけ、ちょっとわからんけど後で見てみよう。あ、プラチナくれるんだ、書いてあったね。そういえば、じゃあ30連目1つ。お、風なぎだ。よし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 、風なぎは確かに PSR 欲しかった。ただしどこまで解放できるかはわからない。大して解放できないと思う。じゃあ次、最後の40連目これも引いちゃいます。1個。あ、ユニしぐれちゃんが来た。これは多分プラゴまで持ってけると思うんだよね。ちょっとやってみますか。ユニしぐれちゃんだけちょっと解放してみましょう。やっぱり妄想だったかもしれない。プラス5まで持っていけるかは解放次第だね。今解放できる、素材がこれだけあります。SR のプラゴ、まあ普通のねユニシグレちゃんと、普通のっていうか普通のシグレちゃんとユニシグレちゃんの SR のプラゴが1枚ずつあって、これはまあ 100% 解放できるんでいいでしょ。あとこの PSR だね、バージョン違いの PSR が2つあって、これが解放できればまあ、持っていける感じで、プラス3が1個あるんでこれを育てて、まあプラゴになる感じかな。この2つ次第で、この2つがどれだけ解放するか。4解放すればねめちゃでかいけど、もうちょっと2つ突っ込んじゃいましょう。これとこれ、はいと4。じゃあ PSR50% ずついきますか。まずこれ来ない。まあ、最悪このプラス3鍛えれば絶対プラゴには次なるんで、まあ、解放しなかったら解放しなかったでしょうがないよ。2つでプラ4までいってるからね。あ、プラゴになったわ。というわけで、ユニシグレちゃんが無事 PSR プラゴになりました。というわけで、今日のパワプロだっけ題名忘れちゃったよ、はこれで終了したいと思います。